さんこんにちは、ワンダージャパンです。と今回は新しく4月から契約することになりました、クローバー歯科の江藤選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介だけ。はい、クローバー歯科カスピッツの江藤圭です。全日本ダブルス3位と、あと社会人ダブルス3位とビッグトーナメントダブルス3位。ダブルスばっかりやん。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、とまずそしたら最初にアンドロを選んだきっかけ、はい、っていうのを教えていただけたらなと。ずっと僕日本製のラバー使ってて、はい、ちょっとなんか合わないかなと思って、でその時に、まあ、近大の先輩でもある玉川さんにそうす、ね、ちょっとお話をして、うん、でそれでちょっと試してみたらっていうことで打った時に R53の方がすごく僕に合ってるなと思ってアンドロにしようかなと思いました。ああ、なるほど。両面 R53 やっけ。そうです。はい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 。でラケットが一応トレーバー FI。 はい、一緒っすね。一緒っす仲間が増えたわそう、一緒で両面 R53 のウルトラマックスがすごいあったと。もともとね、結構そのドイツ製のラバー一時期使ってて、はい、そう、あの大学の後輩になるんですけど、そう、僕がアンドロをずっと使ってた時からなんかたまに僕がもう使い古したラバーを使ったらすごいいいっていう時もあって、でそこからやっぱ日本製ラバーを使ってて、やっぱプレーやってる中でもうちょっとこうしたい、ああしたいって自分の、ね、良さ出すってなった時にドイツ製の方柄がいいっていう話になって、またお話いただいて、まあ、今回に至った、はい、っていうような感じですよね。全部言っていただきましたそう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 。そしたらあの今 R53 の両面、はい、まあ、今選ばれて今後使っていくと思うんですけど、はい、あの特にどのようなところがすごい気に入りました。僕が打つときにボールをぶち当てながら打つんですけど、はい、ちょっと日本製ラバーだとどうしても打ち当てたときにやっぱ腰負けちゃう、潰れちゃう感じがしてて、はい、でも53だと硬いし厚いんで、はい、打ち負けるっていうことがなくなって、はい、めちゃくちゃボールがうなってたんですよね。はい、そう。だからすごい役に合ってんのかなっていうのは、そう、53すごいね、ボール生き生きしてたもんね、フォアもバックも。今後の抱負、はい、アンドロに変えて、はい、ニュー江藤選手、はい、まずダブルスは、まあ、全日本も3位だったので、はい、次は優勝で、シングルスで、うん、まだ成績出せてないんで全日本でランクを狙おうと思ってます。お、入ります。言うたな、残ってんね、映像にでも全日本社会人と、まあ、全日本とあるから。そうです、社会人は最高で64とかですね。あ、16はまず入れるようにシングルスで、うん、は入ろうとは思ってます。思ってます、思います、入ります。まあアンドロでね、新しい契約選手として、まあ、江藤選手で、まあアンドロとしてもサポートの方は全力でさせてもらうんで、まああの結果あの期待してますんで、頑張ってもらえたらなと思います。はい、頑張ります。はい、なんか以前スピードガンチャレンジ、はい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 、なんか俺150キロぐらい出せるみたいなことを言ってたと思うからなんかせっかくやし、ここにラケットあるし、そうっすね、そう、はい、やってみる。いいですか、なんかやってみる、せっかくやし、やっていきますか。お願いします。はい、じゃあちょっと楽しみにしてください。よし、お願いします。お願いします。